海メ科は、鳥類、水なぎ鳥目のトガである。海メと総称される。すべての和名が、海メの形だが、スズメメのツバメとは禁煙ではない。北極海を除く、全世界の海域に分布する。全長は13、25センチメートル。上面は、暗褐色や黒色の種が多い。くちばしの上に、感状の花が目立つ。くちばしは、針状に尖る。 批判食器は海上で過ごす。海面すれすれを飛びながら海面近くの小魚やイカなどの軟体動物、プランクトンなどをくちばしでつかみ取って捕食する。コロニーを形成して繁殖する。地上に一個卵を産み、放卵期間は40、50日である。卵は体に比べて大きい。系統樹の果敢はハケットへ通る。家内はペナルリックウィンクより、 ウミツバメカは、北半球を中心に生息する、ウミツバメアカ、ハイドロバティニーと、南半球を中心に生息する、アシナガウミツバメアカオーシャニタニーの2アカに分かれる。これらはいずれも単系統だが、これらを合わせたウミツバメカが単系統をなすかは、疑わしい。アシナガウミツバメカオーシャニタイレイを分離する説もある。ウミツバメアカの大半を占める、ウミツバメ属オケアのドロマは、 ヒメウミツバメハイドロベーツを内包する、側系統であり、族の再編が必要である。しかし、ウミツバメ族の模式種灰色イイウミツバメオケアノドロマ、ファーケータとヒメウミツバメが同族とされる程度に、禁煙であり、俗名ハイドロベーツの方に選手権があるため、俗名オケアノドロマは、ジュニアシノニムとなり、使えなくなる。そのため、 ウミツバメ属全体をヒメウミツバメ属に含める提案やハイドロベーツシミコリアハロシプテナサローボタの4属に再編する提案があるが系統関係が不確実なためもあり広く認められた新分類はまだない現生種は国際鳥類学会によりただし全滅種を加え赤に分類した和名は厚生労働省などより 7族23種が厳正。ロシアの文学者、マキシム・ゴーリキー作の自由詞、ウミツバメの歌がある。ありがとうございます。